勇敢な若者がいました。いくつもの海を渡ってまだ見たこともない国へ行くのが大好きな若者でした。おかげでシンドバッドはたくさんの冒険や珍しい出来事に出会いました。ある時は海の底に住む不思議な馬に出会いました。またある時は人間を人のみにするくらい恐ろしい大男に襲われました。そしてまたある時は肩車をしてあげたおじいさんに殺されかけたこともありました。その他にもシンドバッドはたくさんの冒険をしました。それらの冒険はその後シンドバッドの7つの航海と呼ばれるようになりました。さてここではその中でも一番ドキドキするような冒険を選んでお話しすることにしましょう。船長、島だ。島が見えるぞ。おお、美しい島だ。船長、船をつけてくれ。あの島の人と商売がしたい。一儲けできそうな気がするんだ。お客さんにそう言われちゃしょうがない。おい、みんな上陸するぞ。一休みだ。おお。美しい島でした。まるで楽園のようだとみんなは口々に言いました。でも島には人がいませんでした。どうやら無人島のようです。無人島じゃしょうがない。一眠りするか。シンドバッドはぐっすり眠ってしまいました。そしてシンドバッドが眠っている間に船は出航してしまったのです。俺を置き去りにするなんて、これからどうすりゃいいんだ。こんなこってへこたれるシンドバッド様じゃないぜ。よし、本当にこの島は無人島なのか。お、はて、丸い屋根のようだな。ああ、そうか、ドームだ。ドームがあるってことは人間が住んでいるってこと。助かった。待てよ、人間がいるからって安心するわけにはいかんぞ。前にも人食い人種に襲われたことがあったからな。ここはじっくり様子を見ることにしようか。おかしいな、人っ子一人いない。それに入り口が一つもない。これは一体、あ、なんだ、この島じゃ急に夜が来るのか。なんというデカさ。やつから見たらクジラだってゾウだってネズミぐらいにしか見えないぜ。ゾウ、そういえば聞いたことがある。ゾウを軽々と持ち上げるバカでかい鳥がいるということを。あの鳥は確かロク。そう、ロクだ。わかった、ドームと思ったのは卵だったんだ。つぶっていてくれよ。明日の朝になれば、ロクはまたどこかの島に飛んでいくに違いありません。その時自分も一緒に
この無人島から逃げ出してやろうとシンドバッドは考えたのです。あれ、これ誰の皿だ？そこは確かシンドバッドの席だったが、あいつどこ行ったんだ？そういや、ずっと姿を見ていない。大変だ、船長！おう。さっきの島にシンドバッドを置いてきた。なんと、無人島に置いてきしまったんだ。しまった、なぜ気がつかなかったんだ。船長、引き返そう。よし、みんな急げ。大晴れ、怒りを分けろ、出航だ。船は一晩中海を走り回りましたけれど、シンドバッドを置き去りにした島は見つかりませんでした。地図にも載っていない無人島だったからです。船長、ダメだ、諦めよう。シンドバッドには気の毒だが仕方がない。シンドバッドは一生無人島暮らしか。どうだいどうだい、人間様が空を飛んでるんだぜ。ここへ朝飯を取りに来たのか。ロク、世話になったな。さ、人を探しに行かなくっちゃ。え？何？うわ！ありゃー！冗談じゃない、ここは谷底じゃないか。あんなとこどうやって登ればいいんだ。なんだあれ。ダイヤだ。この谷はダイヤモンドの谷だ。俺は大金持ちだ。だがこの谷から出られないんじゃ何にもなんない。どんなに美しい星だって飢えてる子供は救えないのと同じこと。あ、あ、あ、危なかった。あんなのに見つかったら人の身にされちまうよ。この谷蛇だらけじゃない。空には六、地上には蛇、そして周りは高い崖。どこにも逃げ場のないシンドバッドでした。それでもシンドバッドは諦めませんでした。谷から抜け出す道を必死で探し回りました。やがて夜になり、シンドバッドは疲れ切っていました。Oh!
さんだってたまるか。さあ来い。なんだあいつら。うわあ、よかった。待てよ。今のヘビ、ここから出てきたんだったな。ってことはこの穴空っぽか。普通に考えればそうだ。もう一匹中にいるなんてことは。おーい、おーい、もしもーし、もしもーし、誰かいますか。いませんよ。なんてくだらないことやってる場合じゃないか。すれにゃっ。穴の奥にいたのは卵を抱いたヘビでした。出かけたのはどうやらヘビの父親だけだったようです。閉めた。生きてる。いや、生まれたんだね。かわいいね。邪魔。ロクの朝飯取りのおかげで命拾いか。それにしても腹減ったな。なんだこりゃ、朝飯か。ダイヤモンドが肉に食い込んでる。ロク、そういやこんな話も聞いた。ダイヤモンドが突き刺さった肉を。崖の上の男たちが横取りするという。そうか。こいつはその話に出てきた肉の塊ってわけか。ということは、あそこにダイヤモンド取りの男たちがいる。閉めた、助かるぞ。
またロクの世話になるとは思わなかったぜ。来た来た、頼むぜロク、谷から連れ出してくれ。来た、ロクが来たぞ。ありゃ、肉に人間がくっついてるぞ。おいおい、話が違うよ。まで来て死んでたまるか。肉に少しついていたダイヤモンドは途中でみんな落ちてしまいました。ダイヤモンドのかけら一つない。誰だ、肉の塊でダイヤモンドが取れると言ったな。あれはただの言い伝えだったのか。いや待てよ、まさかお前がダイヤモンドを。いやダイヤモンドを横取りする気だな。ちょっと待ってくれ。これをやるから話を聞いてくれ。おお、まだまだあるぞ。シンドバッドはダイヤモンド取りの男たちに今度の旅の出来事を詳しく話して聞かせました。それじゃあ何かい、あんたロクの足につかまって空を飛んだのかい。二度もね。なかなか気持ちのいい旅だったよ。ダイヤモンドの谷には大きな蛇もいるって話だが本当かね。本当だとも、こんな太い蛇がいてさ。男たちは目を輝かせ、夜の更けるのも忘れて耳を傾けていました。そしてなんて勇敢な若者なんだろうと口々にシンドバッドを褒めたたえました。次の日、シンドバッドは町の市場へ行きました。遠い故郷へ帰るには船が必要です。ダイヤモンドを市場で売って、その船を買うためのお金を手に入れようと思ったのです。ダイヤモンドを一つ売っただけで、シンドバッドは大きな箱いっぱいの金貨を手に入れることができました。やや。船長。おお、シンドバッド無事だったか。当たり前さ。よかった、探したんだぞ。どうやってあの無人島から。まあまあ、その話は後で。それより船長、俺を国まで乗せてってくれ。お安い御用だ。おい、シンドバッド、あんたに頼まれた品物買ってきたぞ。ありがとう。この船に積んでくれないか。わかった。なんだい、あの荷物は。ちょっとした土産さ。家族や友達に心配かけたから。だけどシンドバッド、あんたが前に船に積んでいた荷物、あれもちゃんとしまってあるんだぜ。船長、あんたは俺が無事には帰れないと思っていたんだろう。なのに荷物を残しておいてくれるとは、全くあんたも正直者だな。そ
それが海の男っていうもんさ。こうしてシンドバッドは懐かしい故郷へ帰ることになりました。ところでシンドバッド、旅はもうゴリゴリだろう。とんでもない。俺は船乗りシンドバッドだ。海と冒険がなかったらとても生きちゃいけないね。シンドバッドだ。嵐なんかには負けないぞ。